健太がし TV。 先日健太と台湾に来た当初の話で盛り上がったので、今日はその時話に上がった5つの台湾の驚いたことをシェアしたいと思います。少し前に日本人 YouTuber のキキさんが中国語を勉強するために台湾のおすすめの歌はあると質問したら、みんな揃ってウユエテンと言っていたと言って驚いたという話があったんですが、僕の周りの友達もみんな同じことを言っていて驚きました。でも僕の場合はみんな J 調って言ってたんですよね。でもなんでキキさんはウユエテンで僕の周りは J 調さんだったんだろう。台湾での初めての冬、いやまさか台湾の冬がこんなに寒いとも知らなかったんですよ。いやましてや暖房器具がほとんどないかとも知らなかったんです。ある寒い日にシャオチーディエンに入ったらこれが動いてたんですよ。お、暖房じゃんと思ってさーってこう近づいたら冷房や。そう、日本で冬場に冷房を入れてるお店に出会ったことがなかったので、寒い冬でも冷房を入れるのが台湾のスタイルなのかなとちょっと驚きましたね。そして次が、台湾で A というドラマを見た後 B という映画を見始めたら主人公の声が一緒だったんです。なんだか気になったので C というドラマにチャンネルを変えたらまたもや同じだったんで驚きました。台湾では同じ人が何役もやってるんですね。アニメ大国日本だからこそたくさんの声優がいますが、台湾には声優という職業はないの？ある日のことを友達に温泉に行くから水着を持ってきてって言われたんですよ。え？温泉なのに水着？いや温水プールでしょと思って着て行ったんですよ。そしたらプールじゃなかったんです。日本で温泉で水着を着るって聞いたことがなくて本当にびっくりしましたよ。水着を着てちゃんと浸かるタイプの温泉、すごい。しかも驚いたのが、僕が行った温泉だけかもしれないんですけど、バスケットボールとボールがあったんですよ。いやー驚きですね。驚いたけど結局僕も友達と一緒にバスケやっちゃいました。てか湯船の中でドリブルってできるんですね。そして次がこちら、台湾で部屋を探した時に驚いたことは、台湾では部屋と一緒にガンがついてくるんですよ。それには本当に驚きました。日本では基本何もついてこないので家具があることにも驚いたのですが、もっと驚いたのは大家さん次第で家具が新品だったり中古品だったりすることです。いい大家さんと巡り会えたら新しい家具を用意してくれるのはなんとも面白いですね。今日話したことは僕らが台湾に来た当初驚いたことの一部です。今は慣れて何とも思いませんが、こうした去って住んでみないとわからないから面白いですよね。皆さんもぜひこうした経験がある方はシェアよろしくお願いします。じゃあ、またねー。